オービュッソンは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、クルーズ圏南部にあるコミューン、ボーズ川が流れる。17世紀に作られたオービュッソンのタペストリー、現在のオービュッソンの位置には、少なくともガロローマ時代から人が定住していた。しかし、コミューン内にあるローマ時代に作られたとされてきた、駐屯地が、実は、鉄器時代に遡るものだとわかっている。 ラテン語化された定住地の名が現れたのは936年でアルブシエンシスと言った。そして1070年にはアルブコニスとなった。この名前のもとはアルブキウスという男性名であった。しかし別の説では険しい勾配を意味するケルト語だとする。14世紀、この地にフランドルからタペストリーがもたらされた。タペストリー産業は16世紀から17世紀に 全盛期を迎えた。コルベールは、オービュッソンのタペストリー工場に、王立工場の名を与えた。中世の間、オービュッソンの男たちは、県内の他のコミューンの男たち同様、毎年大都市へ出稼ぎに出た。彼らは建設現場で、石膏、大工や屋根拭き職人として働いた。クルーズ地方の石膏たちは1624年に、カテドラルを築き、 ラロシェルにダムを築いた。19世紀には、ジョルジュオスマンのバリ都市改造の現場に関わった。事実上、毎年3月から11月まで、出稼ぎによる人口移動はつきものであった。クルーズ県では1850年から1950年まで人口の半数を失っていたのである。15世紀に初めてタペストリーを売る商店ができてから、オービュッソンは、 タペストリーの街として世界中に知られている。20世紀初頭には街の人口のうち1500人から2000人がタペストリー産業に従事していた。二つの世界体制の間の低迷期の後、オービュッソンのタペストリーは1939年にジャン・リュルサの手により伝統的なスタイルを現代化させて生まれ変わった。 今日では手仕事による成功なタペストリー作りで知られている。国立リモージュオービュッソン高等美術学校ではテキスタイル製品デザインにおける芸術技術ディプロマを与えている。ありがとうございます。